のって異世界でも気持ち悪いものですよね、きっと。気持ち悪いかどうかはともかく共感はできないわね。ですよね。私にも兄はいるけど、やっぱりありえない。正直に申しますと、あっちの世界でも一般的ではありません。私もそうだと思ってます。だから私とお兄を認めてほしいとか強要したいわけじゃありません。こうして打ち明けているのはあくまで今回の原因をちゃんと報告しておきたかったからです。心配とか迷惑をかけたりしちゃったと思ってるのと、本当の理由を隠したままだと罪悪感で自分を追い込んでまた変な騒ぎを起こしそうな気もしたからで、とにかくこの度は申し訳ありませんでした。僕に関しては迷惑というほどではないよ。私もおろおろしてただけだから私に関しては気にしないでいいわ。この一件で大きな問題を解決することもできたんだから。姫様がそうおっしゃるのでしたら私としても異論はありません。ま、二人の関係には驚いたけどね。あの、え、あ、はい、なんでしょう。さっきも言った通り、私とお兄のことを理解してほしいとか認めてほしいってわけじゃありません。ただこれを言い出したのは私なんです。お兄は私の気持ちを押し付けられたってだけで、だからあの、お兄とは今まで通り友達でいてあげて欲しいんです。勝手なことを言ってるとは思います。それは分かってます。でもどうかお願いします。は？あ、いや何言ってんの？二人とも友達なんだが？くるみ先輩。さっきは言いよどんじゃったけどさ、別に引いてたわけじゃないって。ま、マジで驚いたし、今も困惑はしてるけど。なんていうかな、二人の関係を気軽にお祝いするのって、無責任な気がするんだよね。多分、アマネちゃんと谷風くんの気持ちが本気であればあるほど楽な道じゃないと思う。それを思うと気軽におめでとうとは言えないかな。友達だからこそ。だって幸せになってほしいじゃん、友達としてはさ。くるみ先輩。私も同じね。私が共感できない、ありえないというのは、実際に兄がいるからよ。アマネとリクのように仲が良かったわけでもないし、正直兄として敬えるわけでもないのよね。姫様、ぶっちゃけすぎです。いいじゃない、公の場というわけでもないんだから、これくらい。共感はできない。でもだからといってアマネの気持ちを否定するつもりもないわよ。近親の恋人というのがこっちの世界でどれほどのものか私にはまだわかりませんが、くるみさんが危惧しているのですから、この先何の障害もないというわけではないのでしょう。であればやはり安易に祝福するのは正直難しいかもしれません。ですが応援はしています。二人の仲をというよりは二人の幸せに対する応援だけどね。僕もそうだ、
人の社会の法や通念には詳しくない。だから、リクとアマネの幸せを心から願っているよ。ごめんね、中途半端なことしか言えなくて。でもこれだけは言える。谷風くんもアマネちゃんも私の友達だよ。もう夏休みは終わっちゃったけど、また一緒にゲームをしよう。あと来年もみんなで一緒に海に行ったりしようよ。ね、くるみ先輩。泣かないでいいから、ほら泣き止む。はい。ああ、そんな